川隆です。今日は、僕のクラブを紹介していきたいと思います。まずウェッジ58-52なんですけど、ほんまの TWW っていう、ここにちょっとモデル名書いてあるんですけど、ちょっとわかるかな。 TWW とこのネックのところ、ここにこれ相当使い込んでますね。これ相当使い込んでると思いきや、ノンメッキって言って、普通こうこういう感じでメッキが貼ってあるんですけど、はい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 、まあ、あの錆びないように、はいはい、これをメッキがなくて錆びるようになってる。わざと。そうです、これ錆びるようになってる。まあ、あのメッキがないと打感がちょっと柔らかくなったりとか。そうですね、僕の中ではちょっと打感がこうしっかり柔らかくて、こうボールにひっついてくれる感じがあるんで、ノンメッキのウェッジを使ってます。へー、はい、両方ともですね、52-58両方とも、はい、あ、52-58、なるほど、はい、シャフトは、シャフトがですね、これが NS プロプロトって書いてあるんですけど、はいはいはい、の S です。これはなんでこれを使ってるんですか。これそうですね、僕すごいフィーリングが、パッて打った時にフィーリングが良くて、それまで別なシャフトをちょっと使ってたんですけど、たまたまそれを打つ機会があってフィーリングがすごく良くて、なるほど、でそのままさって変えちゃったら、もうそのままずっとこれを使ってます。ウェッジ2本だけ S です。なるほど、はい、はい、続いて、はい、続いて次がピッチングから3番アイアンまで、ピッチングから3番アイアンまで、はい、これが全部TW737VN っていう、ちょっと横にで、シャフトがこれも NS プロプロトタイプなんですけど、これこっからピッチングから、はい、X です。何が違うんですか、S と X は。 S の方がちょっと柔らかいです。 X の方が硬い。 X の方が硬いです。結構硬いと何がいいかっていうと、僕の場合、まあ、ウェッジで S を使ってたんで、まあ、こっちも S を入れてたんですけど、どうしてもちょっと柔らかく感じて、ちょっと捕まった時にどうしてもすごい飛んでしまうっていうのがあって、で X に変えたら全然それがなくなったんで、もうそしたらそのまま X をずっと今刺してるって感じですね。うーん、硬さで全然ちゃうんですね。そうですね、結構、まあ、自分でも感じる、まあ、振りながらすごい感じるのも、やっぱ柔らかいなってすごい感じてしまうと、こうどうしても勝手にヘッドがピュッて先に行ってしまう感じもあるんで、これに変えてから全然なくなったんで、すごく今なんかフィーリングのいいシャフトと巡り合ったかなって感じです。あれなんですか、柔らかいと柔らかいなと思うと強く打っちゃうイメージなんですか。どっちかっていうと柔らかいと思って僕は止めてしまうんですよね、手を。で手を止めるとどうしても逆に先にヘッドが行ってしまって飛びすぎる、どうしても強く叩いてしまうと思ってしまうんで、それを優しく打とうとして勝手にヘッドが走るみたいな、ね、っていうことが起きるんで、でそれを X にしたらなくなったんで、結構今いいです。なるほど、ありがとうございます。次が、まあ、これはコースによって変える3番アイアンです。はい、これ TR20 の V はいの3番ですね。でシャフトがこれが IB105、まあ、105g の X のシャフトです。ちょっとフレックス書いてないんですけど、 105g、 はい、っていうのは軽いんですか。いや、ちょっと重ためだと思います。ちょっと基本が多分 90g っていうのを多分刺す人が多いと思うんですけど、僕はどうしてもちょっとやっぱアイアンに寄せたかったんで、アイアンも115かな、 115g のシャフトなんで、まあなるべく近い感じですね。でなんでこれ入れてるかっていうと、まあ、さっきも3番アイアンあったんですけど、これ3番アイアン同じ 3なんですけど、はいはい、これシャフトの長さがちょっと違うんですよね。ちょっと違うの、微妙に、はい、微妙に、あ、それもキープで半インチぐらい。え、この微妙の、この微妙な差でこっちの3番アイアンかなり飛びます。
そんなに、はい、だいぶ違います。このクラブとこのクラブだと15ヤードぐらい違うんで、まあ、飛ばしたい時とかはこっちを、まあ、風が強いコースだったりとか、まあ、あんまりちょっと上げない方がいいかなとか、まあ、ちょうどいい距離に刻みたい時はこっちを入れたりします。細かく分けて、はい、そうですね、コースによって僕はこっちを入れたりこっちを入れたり。なるほど、まあ、これから紹介するクリーク、まあ、5番ウッドと、まあ、入れ替えたりっていう感じで僕はこの3番を入れてます。なるほど。で次がスプーンとクリークですね。3番と5番、はい、これが TW74 どう、あ、分かった、 TW74、はい、これがの5番が18度、はい、で3番ウッドが15度って書いてあるんですけど、これリアルが 14.5 度ですね。ちょっと飛ぶような感じでちょっと立ててます。747は一緒なんですね。そうです、これは一緒です。747両方とも一緒です。だけどちょっとこのと大きさが多分違う風に見えるかなって感じですかね。うん、まあ、5番ウッドの方がやっぱちょっとちっちゃく、まあ、ちょっと操作性よく見える感じです。うん、まあ、3番ウッドの方がちょっと大きめで優しく捕まりやすい感じを出すっていう感じでちょっと大きめって感じですね。で僕は結構多分これちょっと長いかもしれないです。どのぐらい使ってるんですか。これ多分もう3年ぐらいじゃないですかね。3年ぐらい多分この今使ってるクラブの中で一番長いです、この2本が。馴染みがいい。はい、馴染みがいいです。でシャフトがですね、これ FP7X、 これほんまのビザードってシャフトです。ビザード、はい、 FP7X、 はい、これどんな感じのシャフトなんですか。これあんまりこう粘り系弾き系ってあるんですけど、まあそんなにめちゃくちゃ粘り系っていうわけでも弾き系っていうわけでもなく、結構癖のないシャフトになってるんで、僕は結構なんか僕もともとやっぱアイアンが好きなんで、まあ、アイアンに似た感じで打てるような感じのシャフトになってます。次がドライバーですね。ドライバー、はい、 TR20 の440なんですけど、なくなっちゃってますけど書いてあったんですけど削れちゃって削れちゃって使いすぎて、ちょっと460とあるんですけど、僕は440を使ってます。何が違うんですか。440はちょっとちっちゃくて、まあまあ、ちっちゃい分僕は結構ヘッドを操作しやすく感じるんで、うん、ちょっとやっぱちっちゃめのヘッドを使ってます。なるほど、はい、でシャフト、シャフトがこれが FP の 6X です。これもビザードですね。ビザードの 6X、うん、これもやっぱ馴染みがいいんですか。そうですね、これもこのシャフト使って、そうですね、こっちのシャフトもなんですけど長いです、うん、まあ、このシャフトを使ってこのヘッドも一緒なんです。シャフトだけは多分3年ぐらいあんまり変わってないですね、はい、ちなみにグリップがですね、エリートグリップの Y360。 はいはい、これは何が違うんですか。これ結構雨とかでも滑らないです。へえ。っていうのがまあ僕の中で一番使ってる理由かなっていう部分があります。まあ汗とかでもまあ拭いてしまえばすぐ取れたりもするんですけど、まあ、雨で強いっていうのが僕の中で一番使ってる理由ですね。滑りづらい。滑りづらいです。全部一緒ですか。はい、全部一緒です。あ、全部一緒ですね。まあ、ちょっと、はい、そうです。なるほど。あとオデッセイのトゥーロン。はいはいはい、のオースティン、これ去年から使ってます。去年の試合の時に、最初の試合の時にもともとエースパターがあったんですけど、そのパター打ってたら近くにちょっとあって、でそれを、まあ、打ったら結構顔、まあ、この顔がすごい良くて、こう構えた時の顔がはい、あ、性能じゃなくて、はい、フィーリング的な、そう顔がすごい良くて、で、あ、振りやすいなと思って、あ、でそれでそのままこのパターを、そのもともと使ってたエースパターのこのロフトっていうんですけど、はい、このロフトと今度こっちのここの角度ですね、あ、来角っていうんですけど、を全部一緒にして、で重量とかバランスも全部一緒にしてもらって、でしたらすごい、もう去年もうこのパターンにもう何度も助けられたんで、この辺の作りの顔が、まあ、見た感じの
振りやすさっていうのが僕はあって、うん、結構重宝して使ってます。シャフトシャフトがこれストロークラボっていう、これもオデッセイから出されてるストロークラボってシャフトです。ストロークの再現性がいいらしいです。ちょっと僕はそこまで感じて使ったことはあまりないんですけど、まあ、でも確かに普通のシャフトを打った時とはなんかちょっと違う、まあ、しなり方をするというか、まあこれが多分その感じてるのが多分再現性を高める多分動きなんだろうなっていう、まあこのシャフトが入ってます。以上、蛭川隆のクラブセッティングでした。